吉岡温泉の位置吉岡温泉の位置吉岡温泉は、鳥取県鳥取市吉岡温泉町にある温泉。国民保養温泉地に指定されており、1000年前に発見されたと伝えられている。本記事では合わせて、鳥取市吉岡温泉町地区についても説明する。単純温泉で、源泉温度は30摂氏55度。10軒の旅館が存在する。温泉街には、 数カ所源泉があり、蛇口が設置されているところでは、蛇口をひねると源泉が出てくる。共同浴場は、吉岡温泉会館が存在する。また、足湯が2カ所にある。名物は行船飴と生酢料理。郷土料理として、生酢料理が有名。開け湯は1000年以上前とされている。吉岡温泉にある、宝泉寺の、 温泉略演技では962年足岡長者が温泉を発見したことになっている。江戸期の吉岡温泉記で紹介されている言い伝えによると、顔に草のできた娘が薬師如来に癌をかけ、その託宣に従って温泉を発見し、それによって草が治癒したという。全国温泉大辞典や鳥取県の地名ではこの娘は、 足岡長者の娘で、癌をかけたのは6キロメートルほど東にある、勝負山ということになっている。島津家久が記した、中初家久君五条京日記には家久が、天正3年の2月、薩摩国へ、山陰地方を経由して帰る途中、吉岡温泉の湯に浸かったことが次のように、記されている。18日朝、さて、吉岡の城、どうその町を通るに、 レオユー、おのおの入り、彼の城主の亀井これのりは、吉岡温泉の開発を行ったほか、鳥取藩三代目の池田光中は、温泉利用の規則を設けるなど、戦国期から江戸期の支配者によって、被護を受けた。江戸期の情報では、温泉が最初に発見された、カブユ、藩主専用だった、一の湯、二の湯、亀井氏専用だったが後に解放された、亀井戸の湯、その他。 あら湯、馬湯といった共同の湯船があったとされる。後に発展とともに温泉旅館や内湯が増えていった。近代に入ると、大正時代に鳥取との間に自動車による交通が整備された。1925年には県議会が紛糾し、声優会一派が審議妨害を目論んで、会期中に議会を抜け出し、吉岡温泉の宿泊施設にこもるという。 吉岡ホテル事件が起きた。太平洋戦争後、温泉委員会が組織されて、源泉の整理が行い、1966年8月1日、厚生省国時代351号により、加納温泉とともに国民保養温泉地の指定を受けた。鳥取県による調査によれば、2017年の入湯客数は約2万5千人で、 鳥取県内としては6番目に多い。温泉一帯は、江戸時代には、湯村と言い,い、明治に入ると、吉岡村に改称した。1878年からは、高草郡の軍役所が設置され、1896年に、高草郡と、桁郡が合併して、桁花郡になった後も、軍役所は当時に置かれた。1953年7月1日に、吉岡村は、 他の多くの旧校総群の村々と共に、鳥取市に編入され、現在に至る。郵便番号は6 8 0の1 4 4 2この入島客数は、入島税から算出された値である。吉岡村に関するカテゴリー、ありがとうございます。